はい、どうもタイガです。今回ですね、ガツトロやっていくんですが、まあ強 P が結構上がってきてて もうすぐ性能ペックですね。まあランカーチャレンジですね。ランカーチャレンジ、もうランカー入れそうな感じなんで頑張っていきたいところではありますが、さてショートリーグなんですよね。今回はちょっとね、名前を変えて、名前をですね、あえてゆかりんって名前にしてやっていこうかなと。でリーダーが見えなければね、バルキリー見えずにゆかりんって名前でいけば、あれ相手多分ゾンブルなんじゃねみたいな、ゾンビブルドラなんじゃねとか、ブラドラ使ってくんじゃねみたいな感じに思って、そういうキャラをね、対策で引いてくれれば引っかかるんじゃないかなと思って、まあそういうねシステムだと思うんで、キャラの名前ね、見えないリーグやっていこうと思いますが、どこだ？今日普通のリーグか？あ、はい、13日からでしたね、名前見えないリーグは。なんで名前戻しますなんで名前戻します。普通にタイガーでやります。いや、なんか名前秘密リーグ、名前秘密リーグじゃない、リーダー秘密リーグ面白そうですね。だってリーダー見えないってことは、まあグリフォンとかワイワーもなかなかえぐいと思いますけど、バルキーとかもね、いやバルキーかどうかわかんないからね、優先的にエルフ引こうとか絶対思わないですしね、相手バルキリーリーダーしなかったらエルフを、ね、絶対引こうって思わないですよね。そう、そういうことを考えればなかなかいい具合に刺さるんじゃないかと思いまして、はい、そしてですね、今現在1052ですね、キャラ強 P1100 目指していきましょう。やっていきます。さて、まあ、ここのところはバルキリーレドラでソロリーグがっつりやってるんですが、まあ理由としては単純にレドラがブラドラに強くなった、まあブラドラを倒しやすくなったんですよね。で、ブラドラだらけなんで、トレント使っちゃうとやっぱブラドラと相性が悪すぎるんですよね。負け濃厚なんですよ。そう、うまいことバルキリーで削ってからトレント切っても結局負けちゃうんで意味ないじゃんみたいな感じで、そう、やっぱこうやってブラドラがね多いんですよね。さあ、札があんま良くないんですが、まあブラドラはねナスで見やすいんで、今回はナスを引いていきます。ちょっと攻め手がないんでね、そこだけ取り手も削れませんし、まあ UFO をどこまでうまく使えるか、あとはこれは壁がねコングしかいないんで、デビル引かれるときついですね。シャークもコングも2枚抜き、 UFO 引いちゃってるんで、これデビル1本で3枠積むんですよね。それがきついところではありますが、でもねブラドラに対してやっぱ1本ね強いキャラを引いていきたい。もうそれぐらいブラドラが本当にぶっ壊れてる。もうちょっとやりすぎだよねブラドラはね。4周年だけどさすがにちょっとやりすぎにも程があるかなと思いますが、まあ、やっていきましょう。さあ、ここはね UFO 出して取っていきたいところだが間に合わず、出さなくてよかった。さあ、このねケルベがきついですね。まあバルキリー置くんですけどね、砦前どうしましょうか。やべ、後殴りしちゃったな。そしてミノガール、もうこれ、このミノガールがもうきついですね。もうこれきつい、もうこのバルキー死ぬんで。これ届くの？お前、ああ避けた避けた、バルキー避けたんだけど笑うわ。まあこれ死にますね一瞬で。あ、でもチビフォーやってくれるかな。あー無理か、だいぶクソゲーですけど、まあまあね、バルキリー1本の代わりにねミノガールをレドラでヒーパーで潰せるんで、まあいいでしょう。チビフォーはね出されて、これタゲずれるんですよ上下って。これずらされるのほんとクソっすね。これによってミノガール触れずに上殴ったりとかして、ミノガールの攻撃やっぱ食らっちゃったりとかするんですけど、でもなんか優秀でしたね今回は。ずっとミノガールを殴ってくれて、それ避けるなよ先にねチビフォアをやりそうですね。さあ、飛びましたが飛んだ後に攻撃モーションしたんで、チビフォアを先潰して、ただレドラが瀕死っすね。ミノガールに有利なはずなんですけど、もうゴリゴリ削られちゃいますね。そしてブラドラと、まあこれはねナス持ってるんで、ナスでなんとかしたいところではありますが、さあ吐息をするが入らない。吐息をするが、あれ届いてないのか。これはもう後ろ歩きでいきましょうか。きついっすねかなり、コストがない、きつい。さあ取られていく。まあ、このね、カエルはバルキリーでやってくれるんで、もう一歩後ろでもよかったかなぐらいですけど、まあ、これによってね、砦も守れるんで、通常オフにし忘れたな。さあ、どうしましょうか。このバルキリーはね、これもうシャークで出てきてもらって、潰そう。さあ、ゴブがきついんで、ここはコングでしっかり抑えて。でいいっすね、シャークがいい感じに。あー、ただこのバルキリーじゃねえ、このカエルがマジきついな。バルキリー、お前天才か、本当に。強いな。
それを言ってくれるんだもんな。まあ、ここシャーク行こうか。さあ、ここでしっかり倒してもらって。いい方、結局使ってないからね。使ってる暇はなかったわ。さあ、いい感じ。ブラドラミノガール固定ですね。怖いな。まあ、いい攻めはドローと。全然いいでしょ。ミノガール一本ポンって出されるだけでね、バルキリー死んじゃうんで、結構今きつくて。そう。結局まあ引っ張ってね、潰すっていうことも考えると、やっぱりトレントよりもね、レドラの方が合ってる。ただね、まあミノガールにね、レドラ来たとしても、まあその後のブラドラをどうすんのって話なんですよ。ブラドラを倒すためにレドラをね、持ってきてるから、ミノガールにレドラ切っちゃうと、その後のブラドラがね、止まんない可能性が濃厚。そこをね、なんとかできればいいんだけど。まあそれで今ナス引いたんだけど、まあやっぱり案の定迎撃だらけになってしまい、てか札強いっすねみんな。まあ4固定っていうのがね流行ってね、やりすぎな感じするんですけどね。あれは毎回やばいから引いてきてみたいな。さあ、そしてまた次チビフォアっすね。まあ大体ここら辺ばっかっす、ね、出てくんの。今の札も悪くなかったな、悪くなかったんですけど、うちのクイーン B が団子も何も振ってないんですよ。全然活躍しないでやられちゃうんで、いい札なんだけど、まあそうか、チビフォア見れん。フォワードラね、チビフォアに狩られるんですよね。まあでもやっぱ足キャラでご奪いがいるんで。で、一応ね、バルキリーがね、チビフォアにはもう強いんですよ。なんで、ここをね、うまく使っていけば突破できるでしょうというわけで。チビフォアをね、最初にね、2体ぐらい潰していきたいところではありますが、フォワードラを切っちゃうとね、チビフォア2体重ねで、フォワードラ一瞬で溶けるんですよね。本当に意味ない。出す意味がないぐらい一瞬なんで、フォワードラは中途半端に使ったら終わりですね。相手の大型を倒すために使いたい。できれば相手の大型にね削られる分には全然いいんですけど、チビフォア2体出しに削られたらもったいないですよね。だってバルキリーでチビフォア見れるのにね、相性悪いければぶつけられたらもったいないんで、ここはねゴブリンバイクで砦を取っていきましょう。さあ、これ小玉取れますね、いい感じ。さあ、ここはキラー B で小玉をね、いきなり見せちゃうとね、小玉で取れないキャラばっか出されちゃうと思うんで、まあ団子もきついですね。まあきついって言うてもあれですけど、行きましょうか、バルキリー。もう全然食らないですよ。全然食らないから行っちゃえって感じですね。タイミング早めに。いつ、前はね、修正前だったら、サイクロンが消えた瞬間に出すんですけど、このタイミングだったら全然行っちゃっていいでしょって感じで。さあ、これなかなかめんどくさい位置でありますが、結構上目からね、角度つけて、キラビー出して、エルフを潰しに行きますと。さあ、いい感じ。1体目のエルフを潰していく。さあ、カエル。さすがにこれ死にますね。アローレイン、2発食らって、カエル気なんで、さすがに耐えられないと。そしてここっすね、ここフォワードラかな。まあでもチビフォア来るとは思うんですが、ここは引き目で首ごと飛ばしてフォワードラっすね。まあ重ねチビフォアが来るかな。エルフでしたと。さあ、あのエルフちょっとめんどくさいですね。レドラ行ってもいいな、これ。フォワードラ狩られるからな、これ、このままと。後ろはちょっとめんどくさいんで、キラビを置いときましょう。また首飛んでくると思うんで。これライン下げてもいいな。これドローにしましょうか。ちょっと怪しいですね。このままヒドラでやり合って、もう一本の大型持ってるんで、もう一本の大型、他のキャラで対応できなかったら、でもクイーンビードが来ちゃうと、かなりきついんで、ここはもうレドラ取っときましょう。あのエルフがすげえうざいですけど、大砲を撃って、チビフォア削って、バルキリー早めに切って、もうこれでゴーストないっすね。取られていく、これまずい。これ激まず。ゴーストもないし、マジでまずい。これは負けたかな、いきなり。厳しいっすね、なかなか。さあ、レドラの位置は完璧なんですが、しかし、チビフォアのね、上下上下ガチャガチャやられると負けますね、さすがに。さて、厳しい。これは厳しいな。耐える、耐えます、耐えます。自分でびっくりしたわ。自分でびっくりしたわ。よく耐えたよ、マジで。エルフ一本引かれるだけでこんなにきついからな。でもよく耐えた、本当によくやったわ。さて、まあいいでしょう。もうね、前まではフォアドラとかバルとかを一緒に引いたら嬉しかったんだけど、そんなに対空も持ちきれないでしょって。バル倒すためにね、バルキリー倒すために対空積んできて、
フォワドラーバルーンまでは、まあ足りないでしょと、キャラが。って思ったんですけども、ミノガールで全部死ぬんですよ。今。ミノガールで全部落ちるし、そう。やっぱきつくてどうしても。トレントが裏だったらまた変わるのかもしれないですけどね。エルフもナメコも見れるんで。ただそこら辺が見れないと。ソラキャラはきつい。まあトレントとバルーンだったらね、なんだっけあいつ。ブラドラも見れるんでね、悪くないと思うんですけど。さて、ちょっと攻め手が薄いですね。スケリーだと。サイがいるなぁ。まあ、トレで取ったらね、第2にも太っちょ切って、トレで狙いに行きましょう。これもう、キラービー置くか？邪魔しに行こうか。ゴブバイはちょっとだるいっすね。これは、数が多すぎて取られそう。うんだよね。なるべく早めにマンドラっすね。マンドラは早めにやめないと。もうこれはね、竜巻食らうんすけど、もういいっすわ。全然減らないんすよ、もう。前はめちゃめちゃ減ったんすけど。全然減らないおかげで何でもできる。なんかスケルトンもバグったな。なんだなんだ。さあ、いい感じ。さあ、ここはスクリームで全部壊していく。そしてまた潜ると。いいっすね。この流れは。これを潜ってもらいましょう。うん。これでもう一回ね、スクリームしてもらって。なんでシビフォワーの後ろにいんだろう。で、これもね、少しダメージ食らいますが、ああ、いいね。バルキリーがカバーして。で、マンドラが一生潜ると。うん、ちょっとめんどくさいな、このスケルトン。キラビで邪魔するか。いいね。この位置からキラビで邪魔しながら。おやつ拾ってくんねえんだけど、カーブするんだけど全部。まあまあいいでしょう。それでは奪えたと。バルキリーをね、落としに来ないんで、対空がないんじゃないかなと思いまして。もう一本バルキリー行ってもいいんだよね。まあ、一応キラビーがまだ残ってるんで、キラビーで見て。時間的にもね、そろそろ攻めないといけない時間で。うん。ただね、トリデの配置的にね、全トリで取れるとね、バルキリーが活躍するんですよ。ワンパン入るんで出した瞬間に。まずは号令で行きましょうか。あのね、なんだっけ名前。チビホアはね、まだいいでしょう。さあ、ここゴーレムはね、竹取ってくれるんで。さあ、下ね、攻めながら。もう一個下から行けばよかったかな。爆撃が入っちゃうもんね。さあ、ここは引っ張ってレドラスかね。後ろは大丈夫でしょう。サイクロンで、上飛んでるところを。さあ、ここはね、レドラとバルキリー重ねて、さらにキラービーを合わせて、一気にやりに行きましたが、まあ、やりに行ったけどって感じですね。これもドローっすね。攻め手がもうないや。さあ、スクリームボンバー。バルキリーが強い。スクリーム。いいっすね。まあまあ、負けないことが大事、本当に。うわ、太っちょめっちゃ頑張ったんだけど。頑張れ頑張れ。無理か無理か。惜しいっすね。剣士流してよかったかな。コースめっちゃ待ってんだけど。いや、後ろ止まんないかと思って。あれだったけど。剣士ちょっと流してでも入ったかもしんないな。さて。3試合か連続ドローではありますが。まあでも全然、ランカーになるにはやっぱり、ドロー大事っすね。無理に攻めて負けたら、意味がないし、勝たなきゃ増えないですけどね。負けたら、そこまでまた増やすまで、大変なんで。時間もかかるわ。ね、いろいろ大変だから。負けない戦いをしつつ、勝てるとこ勝っていくって感じですね。とりあえずね、ボックスをね、改善しなきゃ、事故るんですよ、札が、毎回。偏っちゃうんですよね、さっきみたいに。迎撃ばっか引くとか、使えないキャラと組み合わせちゃうとか。どっかで妥協しないと、ああ、いいじゃないですか。どっかで妥協しないと、やっぱジコール大型一本でいっちゃうとかなることあるんで。ただこれね、いいとは思うんですけど、これサタンがね、即寝る場合もあるんで、なんともいいですよね。まあ、オークでマーメイドを使わして、で、マンドラで潰して、ビートルでマーメイド取れるし、一応進撃大型でサタンがいて。バランスはめちゃくちゃいいですね。さあ、取れるかわかりませんが、ああ、くれるんですね。ありがたい。ここはちょっと困ったな。さあ、来ましたね、ブラドラ、早い。これはレドラね、行きたくない、行くか。マメリーダなんで、ワンチャン火力ないのかと、火力ない予想で、レドラとサタン即重ねで、もう、1秒も、あれせず、即重ね。なんか取ってる。
さあやっていく。いいね。しっかりね、抑えてね、守っていきましょう。で、この位置バルキリー打てたらもう無理でしょう。前線も抑えて、コストもね、余裕あるんで、とりあえず前行きましょうか。あのマーメイドはね、まだたどり着かないんで、今はいいっすね。余裕があるうちに、あー、取られちゃった。まあでもコスト管理は悪くないはず。さあ、後ろ取られてしまいましたが、問題ないでしょう。あそこはね、全部マンドラが処理してくれると思うんで、砦をね、取りに行きましょうと。さあ、いい感じ。いや、いいね。ああ、惜しい。まあまあ、いいでしょう。豆ありは怖いね。豆ブラドラスね。いやー、えぐい。そう、一応あのブラドラに対してレドラは有利なんですけど、それは怠慢の話なんで、怠慢だったらレドラがブラドラに勝つことはあるけど、やっぱ負けることもあるんですよ。もう負けることがあるって時点で意味わかんないけどね。そう、まあ、勝つことの方が確率は高い。ただ怠慢の話で、向こうは他のキャラ合わせられるんですよ。だ、そうするとレドラ負けちゃうんですよね。こっちは他のキャラ合わせられないんですよ。こっち他のキャラ合わせると負けるんで、あのブラドラのメトロで一発なんで合わせようがないんですよね。まあ、そこら辺が本当にブラドラの頭おかしいところで、重ね貫通するっていう、しなくていいのあれ。もうだから、あのブラドラ対レドラは最前線で切り合っちゃうと本当は良くないんですよね。まあ豆リーダーで火力ワンじゃなければいけるかなと思って切っちゃったんですけど、そう、まああそこで大型ね釣れればね、多分2本出ししたら、2本出しして即潰せれば、そう、もう一本の大型、バルキリーやれる、バルキリーでやれるかなって思ったんですけど、本来はやるべきじゃない。あの強 P 大事にするなら、ああいう爆打はすべきじゃないですね。あれで負けたらね、言い訳できないからね、もう。自分がそれぶっ破したんじゃんって感じだから。まあ、ラッキーだったと思って、行きましょうか。さて、キラビか。オークがね、まあ、キラビの竹を取ってくれるんですが、もうオークは完全にキラビに勝てないんで。さあ、いいね、取っていく。さて、蜂が来るかな？魔法の金バッジ。なるほど。まさかの魔法っすね。まあ関係ないですね。バルキリー置きます。で、今回はちょっと砦裏にします。完全防衛型、かっこ、砦前にキャラが来た時に限って、バルキリーが無双する。さあ、ここ雲置きましょうか。雲置いて、竹ずらしながら、ここも出せばね、バルキリーから竹外れるんで。さあ、いい感じ。まあ、キラービーでもね、まあ、麻痺がほぼ確なんで、多くは。ほぼほぼ必中っすね。ほぼほぼ必中と、あの意味が日本語おかしいですけど。さあ、ここでやってくるブルドラ。対空を持ってるんでバルキリー潰れちゃいますが、ここは何とかね、オークにやられてもらって、さあ、いい感じ、クモノスが入っていく。クモノス入ったらね、素晴らしく、まあ、光の槍を連発してもらって。さあ、やっていく。まあ、これはさすがにやられてしまいますが、まあ、しょうがない、いいでしょう。いいね。十分いいわ。こんだけやってくれれば。で、オークで壁しっかり出して、キラービーから麻痺を受けないようにして。さあ、いいクモっすね。いいクモとオーク。さあ、流してきますが、あれは放置っすね。ここはもう先にレドラ行っちゃいましょうか。もうこれゾンビプラス。あー、それなるか、ウイルス。ちょっと最悪だな。まあ、キラビーのね、麻痺も食らないんで。ゾンビも倒しながらキラビーも倒し。まあ、魔法も来ますが、ここはね、砦削りながら全身全身といった具合で。蜂がいるんでね、そこだけちょっと注意ですね。蜂に邪魔されると、やっぱりどうしても嫌なとこあるんですけど。魔法がいますが、ここは砦が欲しいところ。うん、バルーン届くんすけど、時間的には。だから間に合うと思うんすけどね。どうすかね。行っちゃおうか、前線バルキリー。多分取れる。これ落とせると思うんすよね、頑張れば。で、この配置だと、出した瞬間に攻撃入るんで。さすがに間に合うでしょ。一応行っておくか。あ、間に合いますね。これはもういいや。前行きましょう。さあ、干渉。これ今もね、わざわざバルーンにね、レドラ切ったらもったいなかったですもんね。点差とかになって終わったんで。さあ、いい感じですね。ランカーまでもうちょい。キャラ強 P が美味しいな、今の。16。1100頑張ったらいけるな。頑張っていこうか。そして次は？よしよし。順調。
最初のね2000ねすごい危なかったですけどね、どっちもドローンできたのがほんとでかいっすね。来たな魔導騎兵。魔導か、まあやっぱ相変わらず魔導は嫌っすね。魔導来るだけでもうドローばっか、ほんとにドローか負けにしかならないイメージなんですよね。魔導ってこっち側が対面した側がドローか負けになるイメージ、それうまいキャラをね引いていきたいところではありますが、まあ、ウィッチとか引ければねいいんですけどね、ウィッチ引けても倒しきるまで時間かかるんですけど、いやチビクロはいらんもん本当に。なーでも3はいらないな、2でいいな、1でもいいけど、もうまあいいでしょう、もうトレンドでね魔導倒せるのと、まあまあまあでね倒せないですけど時間かければ1体ぐらい倒せるだろうと、やっぱり触らずに殴れるのはいいっすね。やっぱまあまあだとね臭い水も入んないんでダメージ出ないですけどね。さてヌボボ同士走っていますが、取っていく、オッケー、困ったなこれ、一瞬止めてからヌボボで見てもらおう。ちょっと無駄にキャラ使いたくない、あの壁がいないんですよヌボボしか、壁と言えるならば。あとビートルなんで、ビートルね守りで使っちゃうとマジ弱いんですよ。結局あの後ろに魔導を置かれたらそのビートル1体倒して終わりになっちゃうんで、ここはもうね、まあ魔導1本後ろで使ってくれたんでこれはいいとして、チビホア、さあここはまあまあね置いて前線見ながら後ろも見てもらう作戦、さあいい感じ、ネボも倒しチビフォアも倒していく。このマーマンがどこまで活躍できるかが大事。まあそれは引っ張りますよね。で、魔導機。いや、魔導きついな。まあバルキーですね、まずは。よし。ポックル持ってんのね。そしたらこれ、トレントで見ようか、ポックル。で、そのままトレントにね、魔導機倒してもらって。そういい感じ。2体出しぐらいやったらね、あのターゲちゃんとずらせばやっていけるんで。さあ下に一気に攻めてきますよ。ここはまずヌボボを取る。OK、完璧。ヌボボを取ることによって、レドラを切らなくて済む。ただ、レドラ切らなくて済んだんですが、ここでこあのわざわざキャッチしてしまったんで、トレントが前進してしまう。これはもうレドラ切るしかないですね。トレントがね、ある程度前行ったら、OK、これでもうブラドラの目と入んないんで、この位置でね、レドラ切って、燃やしながらブラドラ潰しますと。そしたらこれで最前線ではないですが、まあ、バルキリーね、いい位置に切って、魔導系を潰しに来ます。サタンが来る。サタン関係ないですね。レドラの餌食。すいません。オッケー、臭い水完璧。神ゲーだわ、一瞬だわ。オッケー。さあ、いいぞ。これ、魔導機もう一本いいのかな、奥の魔導はトレントがやってくれてますね。もうこれは流しまくりましょうか。トレではもう取れないと思って。ひたすら流して。あ、完璧だわ、森作り。森作ってくれればね、もうそこからキャラ動けないんで。さあ、このまま押し切れって感じで。押し切ってほしい。さあ、倒せ。いいね。あと8秒。間に合うか、これ。ギリギリか、行ってほしい。ここまで行ったら行ってほしいよね、本当に。魔導機がもう泥量産すぎる。さあ、神ゲー。やっていく、ヌボボ。流して正解でしたね、ヌボボ。なんとか魔導機を押し切って。点差6、マジか。美味しくなかったですけど。まあいいでしょう。はい、というわけでね、なんとか今回も負けなしでやっていきました。強ピも上がって。まあ最初本当に危なかったですけどね。1戦目、2戦目。1600超えましたね。よしよし、オッケー。いい感じだね。1600。キャラ強ピもね、もうすぐね、1100いくでしょうと。はい、今回もね、見ていただいた方ありがとうございました。またよかったら、ぜひ見てください。お疲れ様です。